今日は自撮りをノーマルカメラでいっぱい撮った。ノーマルに自信があるわけじゃないけど、そんな別にめっちゃなんかもう顔の輪郭もうめっちゃ変わりますぐらいの加工じゃないから、私普段があれだったけども、それは今日は後半無加工ばっかし、無加工って言ってもあの室内で撮った写真はちょっとね肌のあれとかをね直したんですけど、目大きくしたりとか顔の輪郭細くしたとかしてない。今日のメールの後半はノーマルカメラで撮りましたっていうメールからかな、後ぐらいからは。でもね今日のお昼過ぎぐらいから、お昼過ぎ今日の夜か、夜ぐらいからノーマルカメラで撮るようになったから、今日のねあの朝とかに撮った自撮りは全然ね加工カメラで撮った写真だからね、明日以降も全然加工のやつとか無加工とか写真来ると思うんですけど、無加工で撮りました。今日はほとんどの写真無加工。お肌がねちょっと荒れてるから、さすがにお肌は綺麗にさせていただいたけど、なんかそんな変わらんくない？いや変わるけど、さすがに変わるけど、私普段もお肌をとにかく綺麗にしたいんですよ。お肌、私が本当に肌が荒れてるからもうお肌をツルツルにしたくて、お肌をめっちゃ加工して、あとお鼻がね笑った時にね顔ここが大きくなるのがすごくコンプレックスってか苦手なので、自分のだから、そうお鼻とあ口、下唇を細くする加工と、お目目を大きくする、大きくっていうかこう幅は別にそんなだから、こう縦の幅をちょっとだけ大きくしたりとかするけど、なんか輪郭をギャンギャンギャンみたいなにはしないから、そんなもうなんか宇宙人級に変わりましたとかではない気がする。空の加工はびっくりされたら嫌だからね、今マスクの時代だし。ひさぽんさん花火、パイナミさんかわいい、トワイライトさん花火ありがとう、バンジャラモンスターさん、カニカマさん花火ありがとう。はじめまして、 ST48 テラフト3期生のシナノソラハです、よろしくお願いします。お父さん真空計算花火ありがとう。今日はみんな8月終わりですがどうだったでしょうか。下からアングル写真とショールーム、写真かな、ショールームは肌しかしないので、あのたまに見るのが嫌なんだよね、ギュインって加工取れてつくみたいな、メンバーというか配信者さんとか見るとそうなったらあれだなと思って、空はしてない。アニアナロバさん、天然ヤナギさん花火、イキアスさん花火ありがとう、かわいいもありがとう、おとんさんありがとう、金魚今日はラストのお家、メールでお家に帰ってるって言ってないけど、まあ、お家に帰ってます。昨日の配信で分かった方もいると思うけど、あの本当だったらね、私は2日とか3日とかのお休みだったらもったいないから帰りたくないって思う人なんですけれども、まあ、めちゃ前のショールーム見てくださった方は分かると思うんですけど、まあいろいろおばあちゃんとかおじいちゃんとかに会いたいなっていうことで、パパとママに言って帰らさせてもらいました。だからソラハも今までだったら3日ぐらいだったら、まあ、広島のお家でゆっくりするかってなるんだけど、帰りたいなって思って、夏帰れてなかったので、この前急遽帰ったって言っても2日ぐらいしか帰れなかったしで、あれだったからちょっと帰りました。またメールでいろいろ送りますね。
釣り吉さん花火ありがとう。こんばんは。9月からまた出演するなとか。9月なんかあったっけ。公演おばあちゃんおじいちゃんにも会いました。元気そうでした。結構の頻度で荒れてますよ。その剣道の詳しく言うって言うからだけど、すっごい声聞こえる。ショールームで聞こえてないかな。ゆいさんいいね、ありがとう。28日に剣道の審査があって、でその日の夜か夕方とかに新幹線に乗って帰って、まあ、29、29丸1日、30丸1日、31日丸1日で明日か朝か朝帰ります。だからまあでも29日の28の夜ぐらいから帰ってきてるから、あのまあ4日ほどにはならないけど、まあ4日ぐらいは帰れてるから嬉しい。9月は本当に結構思ったよりバタバタなので頑張ります。また予定が追加されててレッスンがいっぱいたくさんあったので、9月はね、あの花垂公演が11日にりんこちゃんとみほりんの生誕があって、で17日にギガギガソニックさんのイベントもあるし、18日にあの、まあ、花垂とほのたんさんの生誕祭があるということで、すごくレッスンが入っていたのでレッスン頑張ります。まっちゃん花火ありがとう。マイカーはね初めてのメンバーなので、マイカー初期の、今は新生マイカーだけど新生じゃないマイカープラスミホリンということで、でもフーさんとかがねいないけれども頑張ります。久しぶりにココアさんとユミリンさんと一杯の水ができる、嬉しすぎる。なんかあの公演この前、まあ、一杯の水で、あの花垂公演で一杯の水はしたけど、でユミリンさんもいたけど、あれは16人だから違うんですよ。しかも自分ココアさん あのポジションに入ってるから、ココアさんと一緒にできることはないし、で16人はまた6人とは全然違うんですよ。だから私は6人で6人バージョンが本物なので、だからすごく6人バージョンね、久しぶりだからココアさんとユミリンさんできるの楽しみ。確かに25日ハードありますもんね。そう、楽しみ。皆さんよろしくお願いします。スージーさん花火ありがとう。みんな公演待ってますね、頑張るぞ。ねえ、セットセブンメンバー、確かに花田さん卒業公演も待ってます。大きな会場、県民文化センターサンモールの前、楽しみ。みんな声ラジのお便り送ってね。ダジャレダジャレダジャレ、公演行きたい、待ってます。みんな待ってるよ、頑張るパフォーマンス。てか先月のさ七並べのお礼できてない、申し訳ない。しますね。9月スクショはしてます、ちゃんと。先月のやつ、7月から7月末までのお礼をしてないと思って、やばいと思ってできてないと思ってたけど、16位だったから100位までの型を書くので待っててね。
待っててね、みんな。できる限り、かけます。できる限りっていうか、かきます。頑張ってください。ありがとう。頑張る。頑張るよ。今みんなすごいからね、していうメンバー。結構個人とかでお仕事頑張ってたりとかするから。そらも頑張る。てか、なんか再販中でしたね。びっくりした。再販中やないかーってなって、最終日の呼び捨ての日が再販中なので、お待ちしてます。お待ちしてるでー、みんな。9月23日は呼びして、どんな服にしようかな。最終日お洋服まだ決めてないや。お洋服10日はね、ドラさんでお揃いの、なんかもともとしようって思ってたやつから変わったんですけど、やったことない感じのあれなので、お楽しみに。ドラさんでお揃い。天然うなぎさん、金魚ありがとう。ここ1週間くらいの空通信は、空に自分のメールってことかな。届いてますよ、届いてますよ。こんばんは。件数ずれてるかな。件数ずれててもね、もうそのまま突っ走っていくからね。どこでそう、ファンの方とかにね、それは通信で言われた時にどこだってなって、間違えたところを見つけて、自分で考え数え直してやってる。みんなに言われるまで気づかないし。メンバーに最近会ってないから元気かな。安否がさ、なんかこの恐竜のリュックでを背負ってユニバに行くか、メンタルじゃないか、メンタルが欲しいみたいなツイートしてて、かわいい、一緒に行こうってなった。ユニバもう一回一緒に行こう、マジで行こう。ユニバ、ユニバー、スージーさん、花火ありがとう。お久しぶりだ。元気してっか。こんばんは。マンジュラモンスターさん、花火ありがとう。今日はまたね、またツイートとかするんだけど、天下一品食べた、お昼。でもなんかそんなにお腹空いてなくて、今日はご飯を1個、妹にちょっとだけあげて、でラーメンもなんかちょっとだけあげた。なんかそんないつもみたいに全部ラーメン全部とご飯全部は食べてないけど。ベラピーさん、花火ありがとう。あれ不思議で、自分にメール届いてるので見えますよ。そう、なんか妹は波一杯は食べれないから、お母さんからと空はからちょっともらってで、そう、今日もおばあちゃん家行ってきて、そう、おばあちゃんが、おじいちゃんが梨を切ってくれて、梨食べて、
いつの間にか寝てて起きて、今日はパパがお仕事で遅かったから帰ってくるのが、本当にさっき帰ってきたの、マジで忙しいらしくって、だからママと妹と3人でご飯食べに行った。いっぱい食べた。またブログとかに書くね。め写真撮ったから、あの料理だけの写真は、まあ、ブログ行きだね主に。料理とツーショットとかの写真はあのメールに送りますね。皆さん金魚ありがとう。そう、ママお昼もママと妹の3人で天一行って、夜も3人でご飯行った。こんばんは、ゆっくりできてますよ。昨日もめっちゃ遊んだし、一昨日はそのばあちゃんとおじいちゃんと会ってゆっくりできました。でその後ママたちと買い物行ってとか、結構ゆっくりできてます。だから明日帰るの悲しすぎる。メールにも書いたけど、でも9月はいっぱい充実してるから楽しみ。でもね、チアホラー結構休み2日連続休みとかあったから、まあそういう休みをまた、兵庫には帰ってこれないけどね、また兵庫お正月とかに帰ってくれ、お正月付近とかに帰るまで帰れないけど、次は、あと今日の夜と明日楽しみます。明日朝か、朝って何もできないけどマジで。さっきね、妹の幼稚園のなんか宿題みたいな、なんかゲームみたいなしました。じゃんけんして勝ったら色塗って、で5回戦みたいな、で先になんかゴールした人が勝ちみたいなで負けた。そら妹が勝った。かわいいよね、年末年始ね。そうそうなんだよね。そう、忙しかったら、あ、そうアイドルとかの方で忙しかったら帰れないのはさあれだけど、忙しいことを願う、どうなんだろうね。もう本当に楽しかったです。数日だったけど帰ってきてよかった。ばあちゃんともお話ししたし、おじいちゃんともお話ししたし、そうおじいちゃんが作ってくれてるね梅ジュース、毎年あるんだけど、それもこの前行った時も飲めたし、今日も飲めたし、満足、幸せです。もうなんかね、もともとお仕事入るかもしれませんねみたいな感じだったの。だからで、あ、お仕事なくなりました、なくなったっていうか違いましたみたいな、間違いました、なんか違いましたみたいな感じでなった時に、あ、もう帰ります、帰りたい、もう家族に言って、3日とかしか帰れんけど帰りたいって言って、ならいいよって言ってくれて、すぐにマネージャーさんにも、案件が入れば案件を優先しますが、兵庫に帰省したいですって送って帰ってきた。スージーさん花火ありがとう。そう、幸せ。なんか本当になんでこんなあっという間なんだろうね、意味が分かんないぐらいあっという間なんだけども、楽しかった本当に。もう明日の朝に出発して、余裕を持って帰るためにね、コイラジで、うん、ジュース、そう毎年おじいちゃん梅ジュース作ってくれてるの、多分サラが好きって言ってくれてるからかのかな、分かんないけど、ちゃん毎年作ってくれてるの嬉しいよね。お、お誕生日だってさ、りょうやさん、お誕生日おめでとう。
31日お誕生日おめでとう、ハッピーバースデーだ、8月ラストお誕生日おめでとう、お誕生日おめでとう。